三重県の人にとっては非常にその、まあ、あの馴染み深い果物じゃないかなというふうに思います。宮城県の亘理町と山元町には東北を代表するイチゴの産地があります。もともとこの宮城県の仙南地域というのは日照時間が長くて、で冬の温度も高く、でもそういった環境の中で育つので非常にその大粒で甘いイチゴが取れるというのがこの地域の特徴だと思います。宮城は夏は非常にその冷涼な気候ですので、6月あるいは7月まで生のイチゴを栽培することができると。まあ、最先端の IT を駆使した技術を使うと、例えばこのハウスですと水やりから温度や湿度あるいは二酸化炭素の量あるいはそうですね、こう、まあ、日射量だとか、あとは外でいうと風向風速、まあ、そういったものを計測をして、でそのデータに基づいて環境を自動的に制御すると、できるだけ農薬などを使用しないように病害虫を食べてくれる虫を投入したり、まあ、そういった努力を工夫をして、まあ、安全な非常にその高い品質のイチゴが安定して取れるということですね。宮城県産イチゴの代表選手といえば、宮城生まれのオリジナル品種のもう一個というものがあります。甘みと酸味のバランスが良くて、非常に大粒ですね。食べ応えがあるというか、全体としてバランスが取れている味が特徴です。病気に強い品種で、例えば農薬の使用量が少なくて済んだりだとか、より安全に生産できる、収穫量も安定して需要に合った収穫量を確保しやすい品種です。宮城県ではこのほか全国的に有名なとちおとめや紅ほっぺも栽培していて、半世紀のいちご生産の歴史を持つ亘理町、山元町を中心に県内全域で技術をシェア向上させています。日本のいちごというのは本当にそのまま生で食べて香りが強くて、甘みが強いのが、おそらくこう世界のいちごの中でも美味しい糖度が高いいちごだと思います。